トリスタマジュ12月1日から1949年5月21日は、大日本帝国海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。佐賀県佐賀市出身。佐賀県佐賀中学校、福岡県立尋常中学周遊館を経て、海軍兵学校、第25期入校。入校時成績順位は36名中。第4位、卒業時成績順位は32名中。 第3位。長官の経歴の特徴は、教育部門勤務とイギリス派遣が目立ち、駐在部官2回、幹線開校委員2回の計4回の在営経験は当時としても多い方である。艦隊司令官、在勤2年未満を理由に、対象昇格は見送られ、予備役に編入された。多数の在営経験で洗練された身のこなしが、減衰。 伏見宮弘安王海軍大将の目に留まり予備役、編入後に、伏見宮家別当として従事することになったが、トリス自身の年譜を見ても、一目瞭然のように長家は、親衛的で日英同盟前世紀を知る、典型的な大英米協調条約派の思想の持ち主であり、伏見宮のこと行動には極めて批判的、見解だった。長家は、終戦後に、 急性肺炎が原因で亡くなったが物不足の当時ゆえに現在であれば薬物投与等の延命処置で助かったと思われる。海軍兵学校同期の山梨勝之進とは終生の親友で長課の葬儀では葬儀委員長を務めた。ありがとうございます。